キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。皆様、世界でチャレンチャレンしてますでしょうか？本日はですね、売り込むのではなくその反対っていうようなところでお話の方をさせていただきたいと思います。私のこちらの番組の方ではですね、iPhone アプリを世界で売るための戦略というようなところでマーケティングに関するお話の方をさせていただいております。主に YouTube で配信させていただいておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方だとか、それからラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、それから最近ハマってます仮想通貨のマイニングに関する、お話などをさせていただいております。こういった専門的なお話が、お好きな方いらっしゃいましたら、YouTube の説明欄の方ですね、そちらの方から行っていただきますと、番組リストの、URL が貼ってありますので、そちらの方から行っていただくとお好みのジャンルのものが見れるかと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、こちらの、売り込むのではなくその反対、それについてのお話なんですが、この話はですね、iPhone アプリをこう売るとかそういう、こと以上に、ものをね全般で売る、超基本的なお話になるのかなっていうようなところですね。皆さんね、多分私のこちらの番組、見られてる方は結構IT エンジニアの方が多かったりするんですね。なので結構営業的な基本っていうようなところとかはあまり経験とか、持たれてる方はあんまりいらっしゃらないかと思いますんで、その辺を今回ちょっと深掘りしてお話しさせていただきたいと思います。せっかくね作ったアプリとかね、そういったものはね、やっぱね売れた方がやっぱモチベーションにもつながるんでね、それとあと経済的余裕もできてきたら、また自由な時間も増えたりするんで自分に、そうしてくるともっと開発にね力を注いだりとかするようなところがあるんでね、結構いいこと尽くしなところはあると思いますんで、ぜひね営業的な基本っていうのもですね、一つ頭に入れといてもいいんじゃないかなと思いまして、今回ちょっとお話の方させていただきたいと思います。でこれはですね、やはり何よりものことなんですけど、絶対にね、言ってはいけない言葉があります。それはですね、これ買ってください、これ買ってくださいっていう風な感じで、言ったらまずねお客さん買ってくれません、基本ねやっぱねお金とかそういうようなそういったものをこう払うっていうような、こうイメージはですね、特に日本人とかにはそうかもしれないですけど、やっぱマイナスのイメージが結構、強く、負の印象が強かったりするんですよね。なのでなんか誘導されてる感がこう出ちゃうんです。だから売り手からしたらですね、やっぱちょっと敵対的なそういうような感覚にこうね見られてしまったりするようなところがあるんです。なんでその人の言うことにこう従うっていうのはですね、やっぱね営業的に、少しこう反感を得やすくなる、そういった側面があるんでね。なので、この売り込むっていうのは、結構ねむしろその製品がこう売れなくなってしまう、マイナスイメージになってしまったりするようなところがあるんで、ここは一つちょっと、気をつけていただきたいなっていうようなポイントでもあります。でもちろんですね、製品自体にね、製品がものすごく魅力的なものであればですね、もちろんこれ買ってくださいっつって、買ってもらえる可能性は十分あるんですね、ただですねアプリもね、言えるかとは思うんですけど、そんなにこう、ヒット商品みたいにこうね例えばのアップルの iPhone みたいなそういうような類のものを一個人がねそうそうこうしかも継続的に作れるなんてことはまずこうありえないことで、どうしてもね人並みレベルのものをこう作ってしまうなんてことがこうザラであったりするんですよ。ましてそんなにこう製品力のないようなものとかそういったものをやっぱちょっと開発してしまったりとかするようなところもあったりするようなところがあるんですね。なので、こういった普通のね一般的な製品をやっぱそれなりにこう売り上げがあるこうレベルまで持っていくにはどうしたらいいのかっていう風になってくると、それが営業活動になってくるわけなんです。それがマーケティングの醍醐味でもあったりするようなところがあるんですけどね。
まあ、世の中にこう出てるものって、まあ、特にこう、まあ電化製品なり、家庭で使ってる、生活用品であったり、こう見渡してもらったら分かると思うんですけど、そんなにね大差はないんですよ今、はい、どんな製品であっても。で、やはりそんなにね必ずしもねものすごいこう製品力があるものがこう流通してるってわけでもなくて、まあ、そこら辺にはこのマーケティング戦略があったりだとか営業活動があったりして、まあ、それで消費者のものまで届くっていうようなとこがあるんで、なので開発も大事なんですけど、やっぱね営業的なところも結構大事だったりするようなところがあるんですよね、はい。まあ、そこでなんですけど、まあ、ふとですね、まあ、なんでこんな話するかっていうとですね、まあ、私のね実は母親がですね結構着物のセールスをやってた人でしてね、まあ、そこでトップセールスを、トップセールスでもあったんですね。で、まあ、その昔話でふと聞いたことを、まあ、ちょいと思い出す、ことがありましてね、それでここにちょっと収録しておいた方がいいかなと思って今回ちょっとこのようにお話しさせていただいたんですけど、まあ、意外になんですけど、まあ、その母親が、ポロって言ってたことを、少しちょっと引用させていただくと、買わなくてもいいですよっていう感じでお客さんにこう言ったりすると、なんか売れるみたいな、ね、そんなようなことをなんかねポロって言ってたのをふと思い出しましてね、そうなんですよ、買ってくださいっていうぐらいだったら、いや買わなくてもいいですからみたいな感じでこう言った方がね、なんかねよく売れるみたいなね、そういうようなエピソードがありまして、っていうのがですね、着物とかそういう業界はですね、結構ノルマが結構厳しかったりするんですよね。なんかねお客さんをなんかツアーとかにこう連れてって、まあ、なんか旅行みたいなのにこう連れてって、でそのそこにこう参加したお客さんに着物を何着か売らなければいけないみたいな、まあ、ノルマみたいなそういうようなところがあって、まあ、それもねお客さんもまあ薄々知ってたようなところもあるみたいなんですけどね。でそれで旅行先とかでなんかの着物をこう見せてみたいな、こんな、そんなようなスタイルで、やる企画がなんか、ちょっとあったみたいなんですけど、まあ、そこでねなんかお客さんになんか着物をすごくひいきにしてもらってるお客さんに着物を売るっていうのがやっぱどうしてもね母親のポリシー的になんかちょっと許せなかったみたいなところがあったみたいで、でまあなんかそういったノルマみたいなもうねどうでもいいみたいな、そんなような感じでのスタイルでなんかやられてたらしいんですね。なので本心でねなんか言ってたらしいんですよ、もうほんとこう買わなくていいですからみたいな感じで自分のノルマなんかもう本当どうでもいいからって本気でそういう風になんか思ってたらしいんですね。でもそこがねその姿勢がなんかお客さんになんかちょっと受けたのか、逆になんかそれでなんか買ってくれたりするようなお客さんが結構いたみたいな、まあ、そういうようなエピソードがあったらしいんですけど、まあ、とにかくですね、まあ、このなんですかね、視点っていうか、まあ、こういったところに一つの、営業なりマーケティングの醍醐味みたいなのがちょっとあるのかなというようなところをちょっと感じるようなところがありましてね、まあ、今回ちょっと、お話の方させていただいたんですけど、売り込むとやっぱね壁作っちゃうんですよねお客さんね。でも逆にこうねお客さんの心に寄り添ったりするような、そういうような立ち位置で、何かこう話したりとか、すると結構心に響いて逆にね買ってくれたりするみたいなこともあったりするみたいで、まあ、そういったところも、一つ のマーケティングとかそういった営業活動になってるのかなというような感じで、ちょっと思った次第でね、今回ちょっとお話の方させていただきました。まあ、もちろんですねケースバイケースなところも、あるとは、思いますが、人の心っていうものはそもそも、こういうもんだとは、思っておりますんでね、一つちょっと参考にしていただければと思います。では本日は以上になります。最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。